大樹と星野コーチングの間違えたコーチングのプチレッス違うんだよこれねコーチングあののプチ秘話秘話なんかそうそうどんな表紙があの、うんうんうん、好みですか大樹さんって出版社の人に聞かれた時に、うん、いくつか出した案の中の一つがこれでちょっと似てないなんとなく確かにテイストが似てる今公開わすごい表紙の秘密で、すごいありがとうございますいや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 ではでは、トシ君なんかこの間、はい、前回は花のことを聞きましたけれども、うんうんはいはい、他になんかトシ君好きなこといやなんていうんですかちょっとあれなんですけど、うん、ドライブ好きなんですよ車の運転いいねえ、はい、どんな感じなんですかドライブなんかどこまでも遠くに行きたいっていうのがあるんですよいいね、はい、ずっとえじゃあずっと運転し続ける、うん、そうですねひたすらハンドル握って離さない感じです何誰と行くのいや家族とかがやっぱ多いですかねちょっと教えてなんかどんな瞬間が好きだとかさなんかどんな風にドライブを楽しんでるかああそうですねなんか目的もないんだけどとにかく車に乗って遠くに行く感覚とかがすごく好きでああ、うん、やっぱなんでしょうね別にそこで家族と話し込んだりとかなんとかもないんだけどなんかそこに車に乗ってどっか遠くに行くみたいなことに、うん、なんでしょう特別感みたいな感じを受けてるんですよねなんかさ、うん、その運転してる中でさ、うん、どんな瞬間がああ幸せだなとか楽しいなとかって思うんだろうか。そうっすね。ああでもそれこそ家族とかと行くんだとしたらなんか本当にその行く道すがら何でもないんだけど例えば子供とか妻とかがこうリラックスして。うん、寝てたりとかする時間がなんか心地いいっていうかなんか好きなんですよね、あみんながリラックスしててそうですねはいあでその時は何トシ君はどんなこと考えたりどんな気持ちで運転してるわけあまりリラックスしすぎて寝ちゃうそうですねそうですねでもなんか自分の中ではそれこそそういう時になんか何でしょう何を考えてるわけでもなく好きななんか音楽とかかけてなんかそうやってこうその時間をなんか味わってるっていうか何でしょうなんかどこに行くとかじゃないなやっぱりその時間がなんか愛おしいっていうかちょっとさ想像してみてなんかその時間の中でさこうくつろいだりリラックスしたりしててさなんかこれの何がいいんだろうねそうですねあなんかそうですね、うん心を許してもらってるとか、うん、安心していてくれてるっていうその思いみたいなところにを自分の中で感じれてるっていうことなんですかねいいねいいねそれでさあれじゃんそれってほら寝顔を見てたりとかさね、しててもさ同じ感じかもしれないけど、なんだろうねドライブ車の中にいてさ移動してとかさ、なんかそうですね、なんかやっぱうんそうですね寝顔家にいる時じゃなく、うん、そこに何かの場所に向かって、うん、みんなで一緒にいられてることの何でしょう行動を共にしていることとか、うん、思いを一つにできていることのなんか良さみたいのはすごく感じますねそっかで、うん、でもあれなんだよね別になんかさね、あれやろこれやろとかでもなくなんかリラックスでみんなが素のままでいられるみたいなそうですねそうですね面白いね、いやいいないいなっていや俺車運転できないからちょっと意外ですよ残ってくれって、はいはい、
いやー、そっか。さあ、皆さん、どうだった？なんか、このまったりした時間。で、やっぱりね、現代人はちょっとね、急ぎすぎ、焦りすぎだよね。で、この本の中でもさ、ね、結局、心の声が聞きたいんだとか、それからまだ言葉になってないね、この氷山のね、この下の部分にね、入っていきたいんだということが何度も繰り返し語られてるけど、そのためにはね、なんか、気の利いた質問するとか、なんとかよりも、大事なのね、まったり過ごすっていう。まったり ゆったり過ごす。で、やっぱほら、アクセクしてたら心の声ってなかなか聞けないからね、ちょっと違うデモンストレーションやってみようか。トシ君、同じさ、ドライブの話でいいからさ、ちょっとさ、私に教えてくんない？はい、トシ君、好きなこと教えてください。いやいいやいや、やいもうドライブ好きっすいいね、ね、車ド乗っライブ最て。高だね、ドライブね。どんなとこ行くの？どんなとこ行くの？まあ、旅行とかやっぱ好きなんで、まあ、わお。遠出どしこ？どて、こど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 こ。その辺の温泉とあ、か、温泉とかね。誰と誰と誰と。やっぱ家族とかあ、でよすかかった。ね。ちょっとね、言えない人だったからびっくりしたもんね。何そのさ、ドライブしてるのさ、何がいいの？ドライブしてるのですか？やっぱそこにこうみんなで向かっていく時のそのワクワクとか、これからなんか非日常が始まるみたいな。家族と一緒にどこ行こうみたいな、なんかそうです CM そうとでかもあっすたもんそうね。ですそうですそうまさにそんな感じですよ。本当、そさんでドライブしてる瞬間さ、なんかこれが好きとか、なんかどんなのが好きなの？待って、なんなんか。か結構そうっすね、ドライブ、あ、そっか、でもそんなとこ行くとちょっと違うの出てくるんですけど、そのドいライよいよ。ブの始まっもう運転が始まった瞬間になんかこれからなんかコンビニ寄ってちょっとなんか飲み物買いに行こうかとか、なんかその辺の始まりの時のこの高揚感ってすなごるほどく、ね。そうだよね。自由だしね。どこでも行けちゃうからね。ね。そう、なんではい。すかね、これね、すごとかく。ね、皆さん、悪くないかもしれないよ。で、なるべく具体的に聞こうとか、いろんなこと聞こうとかってしてから、悪くないんだけど、やっぱりこの深まりとかさ、あとね、チェックができないのよ。これ本当なのかな？本心なのかな？っていうふうに、その自分の心に問いかける。で、このね、本の中でね、確認の質問っていうのの中にさ、っていうのはっていうね、質問があるんですけど、実はね、ドライブが好きなんです。で、ドライブの何が好きなのって、これからね、どっかに出かけるワクワク感ね。で、ワクワク感っていうのはね、こう言ってみて、で、その後にね、行ってみてどうっていうのがね、確認の質問でありますね。で、行ってみてどうっていう質問は何の質問かって言ったら、ね、本当にって質問なんだよね。それ正しい感じがするって、さっきワクワクがいいって言ったけど、正しい感じがする、なんかワクワクいろんなもの買ったりとかなんたりとかって言ってたけど、それ正しい感じする、大丈夫って、実は心にチェックするためのね、時間を取る質問なんだよね。で、なんでそんなことしてほしいかって言ったら、やっぱりさ、まだ言葉になってないね。でも心が感じてる、体が願ってる、そういうものを言葉にしていきたいっていうのが、まあ、この本の中でね、おすすめしてるコンセプトなんで、やっぱりなんかそこに迫っていくためにはさ、お伺いを立てる。ね、心に。トシ君の心は何て言ってる？ね、ドライブの魅力は何て言ってる？ね。実はコーチングのね、背景には、まあね、いろんな人の考え方があって、そのうちの一人にね、フリッツ・パールズっていうね、ゲシュタルト療法を作った人がいますけれども、その人がね、好きだった質問に、あなたの心がしゃべるとしたら、ね、あなたの心は何て言うでしょうかっていう質問があります。で、これをこんなふうに、あなたの心がしゃべるとしたら、あなたの心は何て言うでしょうって言われても、頭で考えて答えちゃうよね。確かだにから、そうっすゆったね。り。ね、トシ君、あなたの心が、話すとしたら、あなたの心はドライブの魅力って何だよって教えてくれると思う？みんなとの安心。安心とともに移動する。すなんごだい。ろう、ほら、うちの中にいても安心だけどさ、私からしたらなんかこの安心とさ、ワクワクとかさ、安心と自由そうさでとすかね。さ、なんかが今こう思っ混ざったたの感じは、だけど、どんそうなで感すじなね。の？やっぱり、その非日常っていうもののドキドキと、それをもう絶対的に支える、なんていうの、安心みたい いいな、ね。だから、なんかそういね。うのが、
思いとして出てきましたね。いやいいねいいね、うん、ね、うん、でこういうふうにね皆さん簡単でしょ、あなたの心が喋るとしたら何て言うだろう、あなたの体がね何か意見を言うとしたら何て言うだろうね、でそういうふうにすると体にこうチェックしに行くね、でそうすると何か答えが出てくる。でじゃあねこのまったりした時間を我々コーチはどうしてるかって言ったら、うん、自分も考えてるわけよ。今までのねドライブしながらで周りの景色が流れてて、うん、家族はのんびりしてるね、で僕は車運転できないけど運転してるつもりになってでなんだろうってなるから、あなんかこの自由さワクワクとでもすごくゆったりまったりした感じがこの同居しているね、うんうん、だよね。でこれがなんか魅力的なんじゃないかなと思ってこう投げかけてみるね。でこれはまあ技法名としては反映とかリフレクションっていうんですけど、なんか自分も共感的にね理解しよう、同じ景色を見ようとかね、同じ音を聞こうっていう体験をしながらね、同じ体を感じようってしながら何か自分が感じ取ったものをこんなの出てきたんですけどどうですかってこう投げ返してみる。うん、まあね、だんだんね共感するっていうことに慣れてくると、あのこういうねスキルなんかも使えるようになるんで、ぜひ試してみてください。だしやっぱりねこっちもゆったりやんないと心を感じながらねコミュニケーション取れないので、ぜひコーチングはゆったりとということでやっていただきたいと思います。焦るな危険ということで、なるほど。